岡管区気象台は今日大分を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入り早々、今夜から激しい雨が予想されています。平年より13日遅く、去年よりも19日遅い梅雨入りの発表。統計開始以来4番目に遅い梅雨入りです。九州北部の多いところでは明日午後6時までの24時間に150ミリの雨が予想されています。気象台は落雷や突風などにも注意するよう呼びかけています。それではこの後の雨の降り方について神岡さんに解説してもらいます。はい、梅雨入り後早くも大雨に注意が必要です。午後7時からの雨雲の予想を見ていきます。気圧配置の変化です。今夜から明日の明け方にかけて前線上の低気圧が九州付近を通過する予想です。暖かく湿った空気の影響で雨雲が発達する予想です。この後雨が降り始め、だんだん濃い青色の表示や午前3時頃には黄色の20ミリ以上の表示やオレンジ色の30ミリ以上の表示がかかる予想です。九州南部や四国地方では線状降水帯の発生が予想されています。大雨災害の危険性が高まっています。県内でも今夜遅くから明日の明け方にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水にご注意ください。この後詳しく天気情報でもお伝えいたします。